OK! Now begin! 完全密室からの脱出劇、迫り来る天井のプレッシャーに女優中里依紗と有吉が大パニック。分かんないよ。分かんねえよバカ。4人で挑む爆弾会場、部屋ごと吹き飛ぶのはどいつだ。トゥースペース。さらに2人乗りのボードまでは史上初のハプニング発生。ボン使え、ボンボン。こんなことってあるんだ。こんな番組見たことない。密室謎解きバラエティー脱出ゲーム。本日のチームリーダーはリョウ。彼が率いるチームが最初に挑戦するのはボーノマ。メンバーはご覧の5人。特に注目は女優中里依紗。映画ゼブラマンのゼブラクイーン役をはじめ、ドラマや CM で大活躍。今一番来てる女優の華麗な脱出劇を見せてくれ。じゃあ男性陣に持っててもらおうか。やばい。誰かのとこ。俺中ちゃんとかいいな。わ、出た。私の。いや、ちょっと乗りますよ。怖い。俺乗るよ。うわ、危ねえ。うわ。これ何回かやってるけど慣れへんな。慣れないです、ね、めっちゃ怖い。やだもう下見えない。あと自然と俺んとこに女の子来へんかったすいません。何この2人。あ、来た。皆さん、テーラの世界へようこそ。今日は中里依紗さんが来てるということで、うん、私ちょっとゼブラクイーンを意識してみました。そんな、なんか見たことあった。こんな感じでしょ。いや、まあ違いますね。違った。管理人さん困らさないでください。これ作るのに結構時間とかかかってるんだ。さあ、ということで皆様、この部屋で生き残るためのルールを説明しますよ、はい、この部屋から脱出するためには全員で問題に10問正解する必要があります、はい、ただし回答中命の棒は縮み続けますのでご注意を。パスは全員で2回だけ使います。なお2人乗りの皆さんは回答権が順番に回ってきますので1人ずつ答えてくださいます。そっか。中さん頑張ってね、はい、応援してるわ、はい、ということで皆さん幸運になります。バイバイ。よっしゃ、私頑張ろう。行きましょう。なるべくパスは2人乗りの人が使った方がいいような気がする。そっか2人の命を助けることやから賞金も上がるから、ね、はい、2倍ですからね、うん、はい、俺だから基本パスは使わへん。マジっすか。大丈夫、うん、本当に失礼します。オッケーオッケー。番組スタートから3ヶ月、リーダーの風格を感じさせるパス封印宣言。今日の田村亮ちょっとかっこいい。まずは漢字を使ってあるものを表現した漢字イラストクイズです。中さんへの問題です。この漢字イラストは何を表しているでしょう。漢字であるものを表現したこのイラスト、文字を物に変換して考えて。何？落ち着いて、落ち着いて。何？石？木じゃなくて森を見て。森？いや、森だから。もうやだ。使えないのよ。もう1回、もう怖い。なかちゃん、シンプル。答えは漬物でした。漬物石で。中さんと村上さんの命の棒、残り136センチです。やばい。もう、まあ、だけどパスの判断は早いよ。早いのは早いするときは早い。パスでもしょうがないから。りょうさんへの問題です。りょうさん頑張って。何を表しているでしょう。大崎。え、何これ。穴に棒が出て。いや、穴に。さん、え、バドミントン。何。え、穴。棒先穴。パス。おい、りょうさんしないって言ったじゃないですか。そこパス使った。あきまへん。え、ひでえ、マジで。これ難しくない。ちょっと曲がる穴。答えは、うわ、耳かきでした。さあ、曲がっとるね。これはね、難しい。あー、なるほど。りょうさんの命の棒、残り115センチです。短い。粘ってパスは一番嫌なパターン。あかん。みんなのためにパスはしないと豪語してからわずか2分後、超あっさりとパス。
ここからは答えられなきゃ奈落の底へ。今日の田村亮やっぱりかっこ悪い。ここは私が分かんなかったらグイグイちょっと言われてもらう。ちょっと笑ってんじゃねえよ。ちょっとやばいってやばいやばいやばい。結城さんへの問題です。何を表しているでしょう。はあ、いけ。え、周りは何。黄色だね。黄色。 あ、肩。オッケー。ちょっと使っちゃったかな。いやいや十分十分。オッケー。正解です。答えはなるほどね。カッターでした。オッケーオッケー。いいペソー。むずい。結城さんと有吉さんの命の棒、残り154センチです。 OKOK、 まだだ。まだいける。続いては絵の中に隠されたあるものを探すトリックアートクイズです。トリックアート。これいいんだな。浦上さんへの問題です。いきます。いけ。頑張って。次の絵に隠れているものは何でしょう。この絵の中に隠れているあるものとは。目を凝らして見つめれば必ず見えてくるぞ。え、落ち着け。ティラノサウルス。え、嘘。どこに。すげえなお前。どこに。なんで。あ、いた。いた。正解です。答えはおー、すげー。ティラノサウルスでした。オッケー。ありがとうございます。すごいな。追い込まれて中さん助けなきゃっていうことで自分の中で 120% ですからすげえ。すげえ。中さんと村上さんの命の棒、残り113センチです。亮さんへの問題です。隠れているものは何でしょう。わかる問題。何じゃこれ。え、ほら。早い早い。すげえ。よっしゃ。嘘。全然わかんない。正解です。答えはよっしゃ、トラでした。隠れるね。すげえ。だいぶ隠れました。すげえ。亮さんの命の棒、残り98センチです。これ番外さんじゃない。よっしゃ。有吉さん行ってください。やっぱ俺今2つとも分かってないです。やばいな。ごめん。有吉さんへの問題です。隠れているものは何でしょう。人で。違う。パン。スミレ。手裏剣。怖い。怖いよ。やばいよ。あ、有吉さんが前。頑張って。鳥。あ、インコ。巻き貝。あ、なんだあれ。あれクリオネ。やばいやばい。リボンじゃない。リボンじゃない。どこ見てんの。どこ。リボンじゃないから。やばいって。有吉さんお願い。無理無理。ちょっと待って。追い詰められる。やばいやばい。ちょっと待って。無理。ハンガー。あー危ねー危ねー。正解です。答えはやばい。やっぱりハンガーでした。やっぱりじゃなくて。もう絶対どっちか落ちるやん。ごめんなさい。結城さんと有吉さんの命の棒、残り63センチです。あー1メートル切った。わーごめん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 。あー危ないですね。続いては2人の有名人の顔を合体させた有名人顔4分割クイズです。中さんへの問題です。誰と誰の顔でしょう。合成された2人の有名人の顔写真、誰と誰だ。あ、これはこれかな。ハンニャのカナタさんとトゥースの人。そうそう。名前トゥースの。言うじゃん。名前言うじゃん。自分の名前言うじゃん。ほら、名前もう渡ったと言っていいんです。それはでもトゥースっていうのは。トゥースじゃねえ。分かったじゃん。トゥース。どうする。正解です。答えはカナダサトシさんと春日俊明さんでした、うん、中さんと村上さんの命の棒、残り60センチです。まずいまずいまずい。ちょっと村上ニヤニヤしないで。だいぶ距離近づいて。続いて亮さんへの問題です。誰と誰の顔でしょう。俺ジャガー横田さんと、うん、これ誰。マリエ。誰や。これ誰。りょうさん。あだ、あだじみ。よし。オッケー。あれ。あれ。正解です。答えは
ジャガー横田さんと足立由美さんでした。やっぱこれ隠すのいいかもかね、本当にベタやけど。ベタだけど。うん。亮さんの命の棒残り63センチです。最初はつまずいたが怒涛の6問連続正解。しかしそれぞれの棒の長さはあとわずか。果たして。結城さんへの問題です。誰と誰の顔でしょう。スカジさんと、あと一人誰これ。ゆきやばい。ゆきやばい。ほら。ゆき。行く行く。ちょっと待って。ああ。大丈夫。ゆきまおみピンチをしのげず落下。解答権は有吉へ。答えられるのか。有吉。有吉さん。俺減ってんのまだ。春日と小池徹平。スカジと塚田恭子。よし正解です。答えは塚地無我さんと深田恭子さんでした。これ難しい。これはすぐ分かっちゃった。すごいな、はい、やっぱドラマ班のやつ強いんやな。そうですね。有吉残り13センチで踏ん張り見事正解。しかしこの後有吉さんの命の棒残り13センチ。あ、え、有吉さん嘘でしょ。なんで残り13センチ。あ、え、有吉突然の落下。一体何が起きた。有吉さんの命の棒残り13センチ。あ、え、有吉さん嘘でしょ。なんで、何があったの。やばい。有吉突然の落下。一体何が起きた。ギリギリで踏ん張り一息つく有吉。少し体を動かして体勢を整えようとした。その時すっぽんが外れた。やばいやばいやばい。うわ有吉さん。有吉強ざめ。有吉さん、結城さん、脱出失敗です。ほら結城まおみクイズに答えられず脱出失敗。そして有吉弘行クイズに答えられたのにすっぽんに嫌われ脱出失敗。ここで一気に二人脱落。脱出まであと3問いけるか。続いては積み木である文字を表現したブロックワードクイズです。村上さんへの問題です。はい、上から見ると何と書いてあるでしょう。この積み木で作った文字真上から読むと何て書いてある。ナス。おー、おー、これはすごい。すごい早い。正解です。答えはナスでした。すげえ、すごい。これはすごい。やっぱり長さを守ろうって気持ちで今 180% の力を出しました。お、うわ、何今の発言。どう村上のこと。あ、まあ見えないです。ちょっと後ろなんで。中さんと村上さんの命の棒残り56センチです。おー、OK、おお、いけるいけるいける。亮さんへの問題です。2文字。上から見ると何と書いてあるでしょう。3文字来たよ。違う。なんじゃこりゃ。とやな、あれは。と、とな、とな、お、大人。お、よっしゃ、よっしゃ、いいだ。正解です。答えは。よっしゃ、来た。大人でした。すっげー。りょうさんの命の棒残り37センチです。よっしゃ。ついに脱出まであと1問。しかしこの後モノマ史上初の緊急事態発生。中さんへの問題です。上から見ると何と書いてあるでしょう。文字なんじゃ。わ、大丈夫大丈夫。うるも、あ、うの、あ、うれ、頑張って。うれも、村上、村上、ここで中リーザー堪えきれず落下。解答権は村上へ。やばい、俺か俺か。村上考えてろって。え、俺か。そっかそっか。はい、早く。なんだっけなんだっけなんだっけ。分からん分からんけど答えて早く。うるみ、あ、くるみ。よっしゃ。
ことってあるんだ。怖。なんという逆ミラクル。村上のすっぽん、まさかのすっぽ抜け。なんと運のない男なのか。すっぽんはここ抜けへんでしょ。だけどすっぽんに見放された男、しずる村上。問題には正解したものの、最後まで立っていられなかったので、当然脱出失敗。しかし亮はステージクリアです。本当はもっと残ってていいはずやねん。おかしいな。ハプニング続出の棒ステージ、リーダー亮なんとか脱出成功。よし、肩身持って帰ろう。よっしゃー、ファーストステージ脱出成功者は1名、かろうじて1人分の賞金獲得。 OK Now begin爆弾の間に挑むのはリーダー亮、結城真央、しずる池田、そしてすっぽんに見放された男村上の4人。今日は何かがおかしい。今度は一体何が起きるのか。4人で挑む爆弾解除、部屋ごと吹っ飛ぶのはどいつだ。怖。なんか爆弾出するぞ、出るぞ。ようこそ爆弾の前。爆弾？腹立つがね、兄さん。なに今腹立つって誰か。聞こえて、ちょっと心の声のボリュームちょっと大きいかな。ということで皆さん爆破してください。さよなら。また、このステージでは4つの部屋にある起爆装置を4人で解除しなければならない。それぞれの部屋にはニッパーと通信機が、この通信機で仲間との会話が可能となる。聞こえた？はいはい、聞こえます。村上、村上です。はいはい、ゆうきもいます。ゆうき、ゆうき、じゃあ OK。 池田も確認しましょうか。池田もいますよ。 OK、はい、池田さんもいます。池田もいます。確認しましょう。池田さんって今日聞いたんだ。はい、います。よろしくお願いします。池田もいます。うんうん、はい。あ、あ、あ、聞こえますか？ダメだな。すいません、皆さん、池田を無視しないであげてください。仲間です、仲間ですよ。それでは皆さんがこの部屋から脱出するためのルールを説明しましょう。はい、この部屋から脱出するためには爆弾につながっている3つの起爆装置を解除する必要があります。正解と同じ色のコードを切れば解除成功。ただし間違ったコードを切るとその部屋の小型爆弾だけが爆発し、仲間が1人ずつ減っていきます。そして残り2人になった時点で間違ったコードを切ってしまうと中央の大型爆弾が作動し、2人同時に大爆発してしまいます。また会えることを楽しみに待っております。バイバイ。あ、よし、落ち着いてね。はいはい、行きましょう。おお、よし、びっくりした。うわ、怖っ。うわ、来たぞ。10分、2時間制限時間。あ、おお、始まった、始まった。爆破タイマーが作動しました。このタイマーがゼロになった瞬間に部屋は大爆発。その前に3つの起爆装置を解除せよ。あ、来た、来た、来た。よし、下から出てきたのは一つ目の筒状の起爆装置。筒の上にはオープンの文字が。開けてよ。開けるんですか？オープン、オープンって書いてある。はい。あ、俺赤。緑。赤。僕青。僕黄色です。僕じゃわかんねえ、みんな。池田黄色です。両方です。めちゃめちゃになっちゃった。レベル1の問題です。次のうち最も距離が長いものを一つ切りなさい。え？距離が長い。うわ、わかんねえ。最も長いの。ちょっと、いや、月の直径ってだいぶ長いでしょ。月別格に長そうだけど、うん、パッと思ったやつ、せーので言ってみて。みんなの、はい、いくで、はい、せーの。アマゾン川一周。え、今俺バンリーの頂上。アマゾン川。僕月の直径です。え、僕カスピ海一周。どうします？うまいことは食べちゃった。バラバラだな。でも月の直径が長そうに見えるけど、うん、結構ちっちゃいんじゃないかな、月って。2キロぐらいじゃないですか、多分。え、いや、わかんないけど。2キロ2キロってお前、ちょっと一回いける、黙っとけよ。あ、ごめん、黙るわ。じゃあすいません。でもアマゾン川は長いですよ。アマゾン川全部出したらすごい長いとは聞いたことはあるね。いや、万里の長城もなかなか長いですね。万里の長城はないと思う。
ない。ワニの頂上はだって人が作ったやつだし。いや、でも結構長いっすよ、ワニの頂上は。でも人が作って。これちょっと時間ないぞ。ちょっとまずいな。これ、行くしかないぞ。いや、直径。いや、でもそれ、月の直径もし切って、終わったら僕、一番最初終わりですね、もう。4つに割れてるから、誰を爆破するかっていう考え方もありってことですよね。そうですね。で、その時なんで俺なのかがまだわかんないから。え、カスピ海一周なんて知れてそうな気がするんだけどな。カスピ海一周はないと思いますね。消去法で行くぞ。よし、カスピ海一周はないっすね。緑ないっすね。ないと思います。よしよしよし。緑ない。緑はないと。アマゾン川はどうでしょう。私アマゾン川はありえると思うけど。バッハまで残り時間7分。ちょっと池田さん、月の直径長いと思う。直径。月の直径ですか。月の直径じゃないですかね。どう池田。僕は嫌です。嫌ですじゃないの。距離の話。マジでもう時間ないから。月の直径行きましょうか。行ってみよう。納得した？本当に？いや、お願いしますよ。リーダー、いいんですね。行ってみよう。行ってみましょう。もう終わりか。いや、大丈夫やろ。信じて。信じて、信じて、みんな。いや、これじゃあ行きますよ。黄色切ります。頼む。行け。急げ。もしこのコードが間違っていたら、池田だけ爆発する。果たして？池田さん脱出失敗です、仲間強引に切らされた池田、あっけなく爆破、脱出失敗。無駄にするな、もう時間ないぞ。池田の死は無駄にできないですね。ちょっとリーダー、ほんまに思うのは、万里の長城やねんて。これ多数決取ってみよう、マジで時間ないから。はい、アマゾンガやと思う人。ユキはアマゾンガだと思う、万里の長城。僕、万里の長城だと思います。はい、カスピ海一周ゼロやろ。万里の長城行ってみるか。もうこれ時間ないわ。僕なんですけど、はい、しゃあない。うわ、怖え。行くぞ。マジで行け行け。青、どうだ。よっしゃ、万里の長城だった。よっしゃ、一つ目の起爆装置解除成功です。すごい。次の起爆装置を解除してください。池田の死を無駄にしなかったですね。よっしゃ、やばいやばい、池田のおかげや。残り5分を切って、まだ1問。急がないと池田みたいになっちゃうよ。よし、あ、やだ、赤、また僕青です。緑。よし、レベル2の問題です。次のドラえもんの秘密道具のうち、漫画に登場する回数が最も多いものを一つ切りなさい。うわ、どこでもドアかタイムマシンでしょこれ。いや、どこでもドアかスモールライトじゃないですか。あんまりちっちゃく乗るときはないないない、ガリバートンネルっていう手もあるから、結構スモールライト率低いんですよ。低い。低いっすか。そう、タイムマシンかどこでもドアやと。どこでもドアも結構なんか壁すり抜けられるフープとかあるから、タイムマシンが一番。また青か緑か、どっちかやって。青か緑、どっち行きます。リーダー任せる。もうあと3分50。俺どこでもドアやと思う。1回で何回も出てくる話が多いような気がする。ね、どこでもドア一番見るイメージあるな。よし、どこでもドアや。ゆき、そうですね、時間ももったいないし、どこでもドアで。ゆきさん、行きますね。切るよ、緑。どこでもドアで、あっ、頼む、頼む。ゆうきさん脱出失敗です。うわー、リーダーの判断に従った結果がこれだよ。ゆうきもみ、気の毒すぎる脱出失敗。残ったのはリーダーとしずる村上。ここからはどっちかが間違えたら同時爆破。果たして。タイムマシンやろ、スモールライト違うやろ。そうですね、これはタイムマシンですね。どっちかで迷ってたから。はい、すまん、僕は行きます、大丈夫です。だけどどっちとも爆発か、どっちにしよう。行きます。はい、頼む。来い、頼む。おー、よっしゃ。2つ目の起爆装置解除成功です。次の起爆装置を解除してください。急ぎましょう。さあ、脱出まであと1問。2人の運命は一緒だ、色。よし、レベル3の問題です。わ、あと2分。次のうち
パンダの尻尾の色を切りなさい。え、黒か白？え、白、白、黒じゃないですか。果たしてパンダの尻尾の色って白黒どっち？ナビゲー。次のうちパンダの尻尾の色を切りなさい。え、黒か白？え、白、白、黒じゃないですか。パンダって目黒ですよね。目の周りと、はい、前足だけじゃない？前足と胴体のところと。爆破まで残り時間2分。2分やって、ちょっと、お前黒やと思うの？僕黒だと思います。俺白やと思うね、ほんまに。最後にいつパンダ見た？いつかわかんないですけど、タレパンダの印象しかないです、ね。いや、タレパンダ俺半年ぐらい前に息子と行った時な見た。ほんで俺四川省のなんかパンダ飼ってるとこまで行ってるしな。マジですか？うん、ただ尻尾よう見てへん。尻尾なんで見てないんですか、その時。尻尾だけ見るか、アホ。いや、こういうこともあるでしょう。可愛さ見るやろ。爆破まで残り黒。これ見もでも見てないっちゃ見てないんで。うん、タレパンダは黒なん？タレパンダは黒のイメージ。でも垂れてるんだよ今日。だけど俺本物のパンダは白のイメージやねんけど。爆破まで残り45秒。本物に合わせるはずですよ、タレパンダもね。ちょっと待って、もう40秒しかない。やめ。マジでどっち？思い浮かべで、後ろから見たときに。後ろから見た、後ろのイメージ。後ろからイメージして。いや、もう真ん中に黒があるイメージしかない。爆破まで残り時間30秒。白やろ。黒あったっけ？尻尾だけ黒かったらなんか目立つって。じゃあ白いきます、リーダー、リーダー。ちょっと待って。リーダーの。リーダーの。いきます。行く、ちょっと。僕白いきます。よし、行け行け、頼むリーダー。リーダーの頼りない記憶を信じて白を選んだ。果たしてどう？お、え、三つ目の起爆装置解除成功です。あった、よっしゃ来た、よっしゃよっしゃよっしゃ。いや、リーダー信じてよかった。リーダー田村亮、パンダの尻尾で見事汚名返上。中の爆弾ステージから村上と共に生還を果たした。というわけでセカンドステージ2人分の賞金をゲット。お疲れ様です。お見事、ありがとうございます。やったな村上、よかった、よかった、よし、よし、よし、ちょっと湿った。なんで湿ってんの？お前なんで湿ってんの？湿ってんじゃねえよ、お前。なんで湿ってんの？こんな怒られる。続いてのステージは天井の間。挑戦者は芸人有吉弘行と、こんなとこに来ちゃった女優中里依紗。室内には脱出への鍵となるさまざまなアイテム。この部屋で2人は壁に繋がれた鎖で動きを制限される。果たして2人の運命は？目隠しを外してください。はい、やられてんね。やられてますね。やられたな。この部屋から脱出するためには、室内に隠された謎を解き明かし、3つのボックスを順番に開けなければなりません。なるほど。なお、仲間から30秒間だけヒントをもらえる命のテレフォンを一度だけ使うことができます。うん、それでは脱出を開始してください。怖い。どうしたらいいの？赤くない？うわ、下がった。下がってる。何？そう、この部屋では下がってくる天井に押しつぶされる前に脱出しなければならない。床の上のプレゼント袋から全てが始まる。指令、ボタンを押して3桁の数字を読め。出てきたのは、ボタンを押して3桁の数字を読めと書かれた紙と謎のボタン。一体何が起こるのか。これだ。ボタンを押すと突如密室に鳴り響くファンファーレ。そして、地球、月、土星、水、金、地、火、木、土、天、海、明、月はでも
水金でも月曜じゃない月曜あれ月曜金1地球1地球はボタンを押すと一斉に走り出したのは月、地球、土星が乗った3頭の馬そして馬がゴールすると掲示板には着順が一体どういうことなのかあもう一回押してみましょうもう一回やろうもう一回やろうもう一回やろうどういうことあ1位が3回するってことじゃないですか今1位が地球、うん、1地球次はまた変わるんですかね怖い怖い降りてきてるだんだんどういうこと地土月月地土月レースは再び地球が1位にこれは一体何を意味するのか地水金地火木土天海明水金地火木土天海明水金地火木土天海明どういうことやばい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 どういうことどの3桁の数字ドッテン解明全く解明できず混乱する2人一方サポートルームではでもそれ関係ないんじゃない関係ないぞしかもだって月が入ってるのおかしいですもん、うん、ってことは地球がどっちとも2、1位だったそう実はこの謎を解くポイントは着順1位でゴールしたのは両レースとも地球ここから3桁の数字が導き出せるのだが1地球2度3月1地球悩む二人に容赦なく迫りくる天井だが実はすでにさっきから3桁の数字をズバリ言ってるぞ1地球そう1位でゴールしたのは地球つまり119隣119という3桁の数字が導き出されるということは119はしょぼさん中ちゃん中ちゃん中ちゃんそこに鍵ある119といえば消防車を呼ぶ時の電話番号そこに鍵ある中ちゃん鍵がある鍵あるこれはないかこれだあ、あったよし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 開けよう119でしょはいよし続いて出てきたのはまたしても謎のボタンそして視力検査の時に使用する目を隠す棒ボタンを押すと何かが起こる押すよはい押すよはいはっ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 下左えはボタンを押すと点灯しだした視力検査のようなボードしかし上の部分には「ひ」「だい」「れ」と謎の漢字が記されているこの意味は一体どっちを隠すんですかこれ何なんですか上0150最後でも 1.5 で止まるんだよねはい15左15左15左いちご左違うないちごない2人は 1.5 と左が開いた記号からいちご左というワードを導き出したがそれは全くの勘違い上に書かれた漢字と光った記号の穴の向きを合わせて考えるとある食べ物の名前が上のこれは左で電話するはい電話しよう全くお手上げの2人サポートルームに助けを求めるのだがあかん電話あかん無理やこちらも全く分かっていない出ねえ出ねえなんで出ない出ないダメだこいつらバカ 1.5 1.50 1.5 爪 1.5 列目 1.5 列目だから 1.5 列目え、もう閉まっちゃった系ですかこれあれ0やばいこれ超やばいパニックに陥り始めた中リーザとその時サポートルームで動きが
だからキーボード機の上だ。目や上で目で、で下だから口。口で口、こっちだからこれ二面だから。左だから。二。と二かな。これ何だ。メロンや。メロンや。メロンや。来た。メロン。メロンだメロン。来た来た来た。よじゃ。電話電話電話。そうこの謎。木と書かれた列はすべて上が開いた記号。台の列は下。例の列は左が開いた記号が点灯している。そして木の上、台の下、例の左をそれぞれ見てみるとカタカナでメロンという文字が浮かび上がってくるのだ。メロン、メロンだメロン。来た来た来た。よじゃ電話電話電話。やばいこれ、超やばい。例例。焦る有吉、再び電話すると、もしもし、ね、もう分かります。あのね、うん、分かった、こっち側。はいはい。漢字をよく見て、はい、ほんで光ってるところがどこが空いてるか、漢字のどこの部分を見たらいいかっていうのがヒントになってる。それ光って、光ってる、空いてるとこあるでしょ。はい。方角、それは漢字のどこを見たらいいかっていうヒントになってる。植木、台、下。そうそうそう、漢字をよく見て。植木、漢字の部分、漢字の部分、 V、 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 V を見んねんけど、上の部分、上の木。もしもし、切れた、切れた。わかった、わかった。上の木で、上の木で、目で、台下で、ローで、左の、例の左だから、んで、メロン。痛い。あった、よし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 、よし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 。わかんないよ。わかんねえよ、バカ。よっしゃ、行くよ。これ関係なかったです。一番大声で歌えばわかる。続いて出てきたのは、後の釣り足す大和という暗号文と、一番を大声で歌えばわかると書かれたカード。そしてなぜかカタツムリの写真が。ちなみに3つ目の鍵は3桁のダイヤル式。さあ頭を使って3桁の数字にたどり着け。あの釣り足す的は、でんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにある。角出せ、槍出せ、目玉出せ。は、あとの次足す大和、あとの次、でんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにある。出せ、槍出せ、目玉出せ、あとの釣り。童謡カタツムリの歌詞を歌い出した2人。うん、ちょっと待てよ。目玉出せは2番の歌詞、1番は角出せ、槍出せ、頭出せだぞ。ここ結構大事なポイントなんですけど。さあいよいよ天井限界点が近づいてきたぞ。とその時、目玉、いや頭は、おお、来た来た来た。ここで中リーサが正しい歌詞を思い出した。角出せ、角、角出せ、角を出せ、角と脳を出す、角と脳を出してみよう。あと、あとリー、あと、あとリー出す、角出せ、槍出せ、矢もリも出すと、あと頭出せ、頭出せだから、あもいらないんだ。有吉お見事、答えはもう見えてるぞ、急げ。たまだせ、トースト、トースト、なかちゃん、なかちゃん。カタツムリの一番の歌詞は角出せ、槍出せ、頭出せということで、暗号文から角、槍、頭の文字を出して残ったトーストが正解。なかちゃんトースト、トースト、中ちゃんトースト、トースト、ースト、え、トーストじゃない、焼かないと、焼いて初めてトーストだから。これはなんだ、トーストの、そう、そっち、あ、パンを焼かない、中ちゃんパン焼いて、中ちゃん焼いて、いきます、うん、あ、あったかくなってきた、あったかくなった、はい、パンをトーストにすべく焼き始めた2人。しかし、え、やばい、ま、やばい、出てこない、焼けんの待って、待つんですか、待とう、もう
もうそろいいかな。ダメですか、ここチンって出てくるタイプですかね。チンって出てくるまで待とう。あ、これチンタイプですかね。チンタイプかな。なかなかパンが焼けずに焦る二人、天井限界点まであとわずか。焼けんぼが先か、限界点が先か。 OK ナビゲイ。あ、いい匂いしてきました。よしよし、どうしようどうしよう。いい、バターは、あ、やばい、バターがない。バターね、バター、え、バターいらない。バターいらないタイプですかこれ。あ、そのままタイプで。やばい、熱い、はい、熱い、熱いし、やばい、中ちゃんがもう潰れる、潰れる。やばいよこれ本当に。やばいやばい、やばい、トースト全然早く出て。中ちゃんやそしてついにその時が。いける？どう？あー！何？23！ すげえ！トーストからは235の文字が！最後は3桁のダイヤル式の鍵！急げ！ 235！ 235！ 235！ 235！ よっ！中に入っていたのはドライバー！そして、あ、パンが！ごめんなさい！行って行って、あ、パン！パン踏んでる！やばい！ごめんなさい！いける？いけますか？やばい！いけるいけるいける。はい、よしよし。やばい。早く。やばい。やばいよ。これやばい。よし開いた。よし開ける。よしよしよし。よし止めて。天井降下システム一時停止しました。よしやばい。よしよし。オッケー。あ、来た。お疲れさーん。いやー、いいコンビじゃん。何、有吉さんって結構男らしくて優しいとこあるのね。うん、ありがとう。二人とも結構テンパってる？テンパってる。やばい、やばいです。ここからは最後の難関、ダクトチャレンジ。これから足の鍵を1人分だけ差し上げます、うん、自由になった人がダクトの奥にある天井降下システム解除ボタンを押せば脱出成功となります、うんうん、ただし仲間が天井に潰されてしまったら脱出失敗でございますよ、うん、そしてダクトの途中にあるヌルヌルのガラスをいかに容量よく開けられるかが鍵となる。それではダクト侵入口オープン。おー、うわ、狭い狭い。ではどれか好きなボタンを押してください、はい、1人分の鍵が出てきますが、その瞬間から天井降下も再開しますので気をつけてください、はい、それでは頑張ってください。どっちもいいな。中ちゃん運動してた？運動ですか、うん、昔やってたんですけどね。本当？じゃあ中ちゃんの方がいいな。私の方が。できれば。え、これはどっちでもいい、任せる。私 B 型なんで。 OK、 B いきます。 B 型なの？あ、いや、嫌いですか、うん、なんでですか。行こう、もうやだ、行きますよ。え、怖い、これ。あ、そうだね、いつでも外せるように。いつでも外せるように。とりあえず、いいよ、行きます。はい、来た。さあ、押してくる。やって、中ちゃん、出先。どう？あ、来ました。開いた。開いた。行って、中ちゃん、行ってらっしゃい。よっしゃ、行ってらっしゃい、中ちゃん。よいしょ。中ちゃん、やばい。やばいやばいやばい、やばいよ、これはやばい。中ちゃん、果たしてゼブラクイーンはなんちゃって相川翔を救えるのか。ナビゲイ。やばい、中ちゃんやばい、あかんね、やばい、あかんね、やばい、いって、やばいよ、これはやばい。中ちゃん、天井限界点に到達しました。脱出失敗です。やったー、危なかった。こんな
とちょっとやったほんとにほんとちょっとやったパンが全然焼けないんですよ。いやーお疲れ様でございました。惜しかったね。ただいや女優さんにこんな汚しちゃって大丈夫か。でもリーサちゃんかっこよかった。なんかアンジェリーナ・ジョリーはもう軽く超えたね。なんですか油に最後の惜しかったですね。万全の下のテンションじゃないもんね。またぜひ遊びに来てちょうだいね。はい。で顔に甘いバカ野郎可愛いじゃねえか。何だよさっきから。いいだろう。ということで今回の総脱出人数は3000人。